まつりちゃん、I want to serve to a new hollow man. Can you suggest someone? どういう意味？あ、新しいホロライブメンバーのおすすめ？あ、なるほど、なるほど。夏色祭り。あ、me, me. It's me. Me, 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 me. 祭り以外だと祭りのことが好きな人は、多分だけど、ネネチ好きだよ。あ、なんだろう、なんか娘を見てる感覚というか、妹を見ている感覚というか、それに近い感じだね。歌好きなんだったら、星町かな。うん、祭りは星町大好き。星町の歌大好き。かっこいい感じの歌が聴きたい人は星町、おすすめします。はい。そんな感じかな。ホロライブにハマってまだ日が浅い。推しがたくさんいる状態です。おすすめの人とかいますか？うちにそれを聞くんか？うちもホロライブの人やぞ。狼美穂せ。そこは嘘でも狼美穂ちゃん可愛いなって言ってよ。うちに聞くんかい。まあ、うちは強いて言うなら、なきりあやめとかどうですか？まあ、一生懸命すっごい頑張ってるっていう意味では、大空すばるとかもおすすめです。まあ、別に他の子が頑張ってないわけじゃないけど、なんかこう、いろいろ工夫をしてるっていう意味でね。最近ホロしたのですが、おすすめの子は誰です？あたし。あたし。好きなゲームによるよね。好きなゲームとかさ、好きな歌とかによるよね。君何が好き？マイクラが好き？だったら、なんか私とかペコラとか、ミコ先輩とか、アクタンとかがおすすめかなとかね。ホロライブのおすすめの子を教えてください。あ、ここにおるじゃろ、おすすめの子が。もう、シシルボタンを押しとけば、宝くじも当たり、勝ちまくり、モテまくりの生活が待ってるって聞いたことあります。なので、頑張って押してください。切り抜きで見ました。ライブ初見です。ホロライブの方、皆さん面白いので、どなたの配信から見ればいいでしょう。わー、君はポルカの配信を今見ているわけなんだけどね。これ、ホロライブのオマルポルカさんって人なんだけど、ポルカがおすすめするのはね、そうだね。とりあえず、ホロジュールっていうのを開いてみると、いろんな可愛い顔が載ってるから、可愛い顔のサムネを開けばいいんじゃないか。どうだろう、君は見た目から入るかい？それともなんかあるかな？なんか、ポルカ見た目も重要だと思ってるからね。だってもう、バーチャル YouTuber なんて、その見た目で、好みでドンピシャだったらもうこの子見るってなるじゃん、そりゃ。もう声も大事よ、そりゃ。でも顔とかのその、インスピレーションって大事よ。で、そこから見て、え、この人こんなコラボしてる？嘘？え、このコラボめっちゃ楽しい？え、この人どんな人なんだ？やだ、面白い！え、大人数の小話しんだ？え、めっちゃ可愛い、声可愛い人いる。誰これ？あ、そうなんだ。え、ちょっと宇宙人狼でポンやらかしてる。目の前で弁当入るって何してんねんとかね。はい。ね、これ、某先輩ですね。うん。この人めっちゃマグマ落ちるやん。すごい全のせするやんっていうね。人とかね、見てたらいいと思いますよ。はい。まあ、ポルカの配信なんで、ここはポルカしか言いませんけど。ポルカですよ。ポルカしか見ません。ポルカ最高みたいな感じだと思うんですけどね。別にポルカはそんな単押しを進めているわけではないが。あ、ありがとう、押します。あ、ありがとうございます。なんか、大丈夫これ。やらせじゃないよね。誰か仕組んでない。大丈夫。ポルカは仕組んでない。ポルカお金あげてません、この人に。ありがとうね。うん。3日前にホロライブを知りました。おすすめの人はいますか？3日前に知ってんだったら、ペコラさんとか見ればいいんじゃないの？ペコラさんとか、マリン船長さんとか、マリン船長さん。ペコラさんとか、マリンさんとか見て、その後、スバルさん見て、で、その後、ミコさん見て、で、その後、まだ好きだったら、他の人にも手出すみたいな感じで、行きましょう。とりあえず、なんか、先輩、見てもらって、その後、なんか、いい感じに、回していけばいいんじゃないですか。アーカイブ。我が輩はちょっと、どうだろうな。我が輩どうだろう。我が輩結構狂ってる。いや、まあ別に狂って。まあ結構、あれなんで、ちょっと最後の方がいいかもしれないですね。今日初めてホロライブという世界に初めて足を踏み入れたので、まだ推しという存在、どうですか？今、あなたが開いている、ファーストコンタクトホロライブ、ロボコさん。ロボコもホロライブなんですけど、どうですか？ニッパー。
最近ホロライブにハマったのですが、おすすめの人いますか？はい、もうそれもカナダとしかいません。アマネカナダという人でございます。アマネカナダという人を見てください。よろしくお願いいたします。おすすめのホロメン教えてください。レネーレネでーすレネでーすレネおすすめでーす。よろしくお願いします。初見です。最近友達に勧められてホロライブメンバーの配信を見始めました。誰を押せばいいでしょうか。ここに可愛い猫ちゃんがいるじゃないか。今僕を押したらチューしてあげるよ。押しててもチューされません。いいじゃんこれで。いいじゃんか。みんなにはいつもチューしてるじゃん。だっていつもさ死ぬほどチューしてない。気づいたらチューしてるだろう僕たち。そうだよ。そんなね贅沢言うんじゃないよみんな。気づいたらしとるやないか。推しがいません。誰にすればいいですか。よければ喫煙の方がいいんですが。キツネいたかな。いたかなキツネ。あれポルカオラポル。なあそこはみんな白髪がいるようでしょ。なんでそんなこと言うんですか。スコンブ嫌い。ポルカは好きだけど。ポルカは好きだが、スコンバ嫌いな。狼とかどう？いいですね。そこはやっぱきつねを、白髪がいるよってみんなコメントしなきゃダメですね。ごめんっていいよ。許すよ。ホロライフを最近知りました。おすすめのホロライブの人はいますか？まあ、今目の前にいる、このゆずちチョコですかね。まあ、ホロライブで、一番嫁にしたいならゆずちチョコじゃないですかね。まあまずはこのスタイルの良さ、美しさも叶えつつ可愛さも兼ね揃えておりますので、見た目的にも押せます。スタイル的にもめちゃめちゃいい体してるんでねチョコ。任せてほしい。何着ても似合っちゃうチョコ先生。まああとはねチョコお料理できます。歌もめちゃくちゃうまいわけではないので、親近感が湧きます。気分屋なので、縛らないです。はい、メンヘラ彼女みたいに、これはするな、あれはするな、私だけを見てみたいなものは言わないのでね。はい。縛られなく、強制的なこともされず、自由に押せます。はい。ASMR で、有料ボイスの方だとね、アイドルにはなかなか、ハードルが高いエッチなやつも補給できるのでね。はい。いろんな欲しい時に欲しいものが得られてしまうっていうものすごく利点があります。はい。このライブ初見ですけど、すすめのライバー教えてください。ペコちゃんです。ウサダペコーラっていうなんか3期生のウサギちゃんのね、なんかホロライブでいるらしいけど、なんかその子いいらしい。なかなか配信ほぼ毎日してるし、まあ、なんか暇つぶしにはなるんじゃないかなと思うってことだけど、もう分かんないけどね。マイメロだよ。マイメロだよ。おすすめのホロメンはいますか？ああ、宝生マリンっていうね、私の最推しがいるんだけど。宝生マリンさんっていう私の推しがいるんだけど、まあ、おすすめは宝生マリンさん。あと、そうだな、高根るいさんかな。高根るいさんかな。ホロの推しがまだ決まっていません。誰にしたらいいですか？角がついてる方がいいです。見えないかい？この立派な角が。この立派な角が見えないかい？どうかな？チョコ先生やん。ラプ様かな？あやめちゃんかな。でも確かにラプちゃんの角は立派だ。めちゃくちゃでけえ。あれは本当に角だもん。ワタメはアンモナイトとかクロワッサンとか言われちゃうから悲しいよ。君が好きになってくれたら嬉しいんだ。顔。今の誰？よそ行きボイス。あ、でも、押しますって。来たよ。
Thank you. Why?星町すいせいさんからホロライブを知りました。他におすすめの方いますか?マジで、本当に、多分ホロライブを知らないだろうから、ペコラ先輩は、見た方がいい。ペコラ先輩はマジで見やすい配信を面白く配信してる方で、毎日だいたい配信してるから、あと、そうだな、コロネ先輩も見てほしいな。なんかコロネ先輩も、ちょっと、なんだろう、メジャーじゃないゲームとかをやってたり、耐久配信とかやってたり、なんか独特のセンスがあって面白いなって思うのと、スイチェ先輩から来たなら歌が好きかもだから、それこそカナタ先輩とかもいいんじゃないかな。カナタ先輩歌うまいし、なんかザ・アイドルって感じなんだけど、可愛いだけっていう感じじゃなくて、どっちかといえば面白系の人だし、あとリスナーに優しいかな。まあ、いろんな人がいる中で、見やすさとか、ちょっと特化してる人だとその辺かなって思うな。ね。もっともっと知ってったら、いろんな人のいい部分が刺さると思うから、もっとおすすめいるけどね。最初に、初級といえばって感じかな。と思います。ホロライブ3日前に知って推しないんですが、おすすめの人いますかって。あ、おすすめの人か。え、正直おすすめ、わかんない。え、でもさ、わかんないけど、こういうのって、フィーリングっていうか、なんか、そう、まあでも、ホロライブ確かにね、みんないろんな猫ちゃんがいたり、犬ちゃんがいたり、うさぎ、ね、私でよくない?ね。団長でよくないか?団長押してよ!ねえ!ね!団長押してよ!団長でよくない?ね。君が押してくれると嬉しいな。押してよー。女騎士やぞ、こちとら。おーせー。おせー。おせー。ホロのおすすめの子を教えてもらいたいです。ホロでおすすめの子か。誰だろうな。でもとにかく存在感がある子がいいんじゃないか?見て、さ、見て。印象に残っとる子がいいんじゃないか?ねえ、見て。はじめまして、友達ホロライブ勧められたんですが、おすすめは誰ですか?誰だろうね、おすすめ。誰だろう。でもさ、目についた子がいいんじゃない?やっぱ、印象に残った子っていうのが、やっぱ、押しやすいんじゃないかなって、思うんだけど。誰かいる?目が合った子とか?なんか、直近で目が合った子とか、いいんじゃないか?どうでしょう?どうですか?推しがいてません。誰を推したらいいですか?そんな分かりきったことを聞く。いや、目の前にいる子を押せばいいと思うよ。そんなね、みんな目を閉じて。その推しがいない人目を閉じて。はい、目を閉じて、開けて。それで、開いてさ、すごい思い浮かんだ子を押せばいいんじゃないかなと、団長は思うんですけど、どうでしょうか?団長に相談なんですが、ホロメンで、中で一番推しを作りたいのですが、おすすめは誰ですか?おすすめか。誰だろうね。おすすめ。でもさ、やっぱ、あれじゃないか。なんか今さ、見てるよ。見てます。白金のエルが、君の推しになりたそうにこっちを見ている。ドゥン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 。うわぁ!モンスターボールを投げる。ピコーン。タラタラタタ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 タ。白金のエルが仲間になった。一生勝ってね。買うって決めたら捨てないでね。一生してね。初見です。チャンネル登録しました。最近ホロライブを見始めたんですが、推しがいません。よろしければ教えてください。これさ、なんかいろんなところで見かけんだけど、インプレッションゾンビかなんかなのこれ。ごめんね、言い方あれで。自分に白金ノエルっていう人がね、いいらしいですけど、はーい。白金ノエルさんが、いいですよ。ね。はい。やっぱ白金ノエルさんっていう人が、やっぱ、初見さんにはおすすめなんじゃないでしょうか。よくね、入り口の女って言われます。最近はあんまりかな。でも最初はね、よくね、入り口の女と言われまして、ASMR とかでね、やっぱり、こういうね、
癒される子もいるんだなっていうね、言われることがありますよ。なのでぜひよろしくお願いしますね。お願いしまーす。おすすめ、あ、おすすめの子いる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 。なんか髪がね、茶色くって、なんか目がクリクリしてて、ヘアピンをね、2個つけてて、白いヘアピンを2個つけてて、耳が生えてたかな？耳が生えてて、首に赤い首輪つけてて、ママがフカヒレ先生っていう名前で、今配信してて、で、やってるゲームがマザーで、肩が出てて、口がチューリップって言われてて、犬で名前にコとロと根がつく。かな。もう上がったかな。他にはないの。他には、他には、I'm new to Hololive World. Would you recommend any Hololivian? Well, actually, whoever's around for your time zone, I recommend them. Yeah, whoever's live when you like to watch streamers, I recommend you watch them. Maybe catch some group streams as well. Those will get you like a little taste of everybody's personality. Oh, also this one named Gargura, she's kind of cute. And she's blue. And she's, she's alright. ホロライブでおすすめの子教えて。オッケー。しぐれういさん。最近、ホロライブを知ったのですが、おすすめの子は誰ですか？ミクかな。それはもうミクかな。こんなに可愛い子がいるのはミコかな。それははっきりわかる。ミコしか勝たん。これジャンが絶望してるシーンやろ。進撃の巨人じゃないね。自己アピールしてください。ミコちゃんは可愛い。声も可愛い。見た目も可愛い。ライブをすればとびきりアイドル。でも配信は面白い。楽しい。笑顔になれる。元気がもらえる。そして何よりミコちゃんは、ミコピーが、チャンネル登録お願いしまーす。パーちょっと恥ずかしくなった。じゃあみんな、おつみか。